沙織さんもいつまでお兄ちゃんお兄ちゃんやってんの。父親いないからって実の兄に父親役させんな、気色悪いブラコン。私はかすみ、半年前に娘のゆきが生まれた新米ママだ。実はずっと悩んでいることがある。それは、お兄ちゃんいる？なんだ、また来たのか。うん、あのね、来週のエレナの学習発表会一緒に来てくれない？え、なんで、お前行くんだろ。そうなんだけど、みんな夫婦揃って行くのよ。でもうちはシングルだし、エレナだけ片親って思われたらかわいそうじゃない。別に今時シングルマザーも珍しくないと思うけど、まあいいよ、土曜だっけ。あ、ありがとう、エレナもきっと喜ぶわ。だってエレナ、お兄ちゃんのこと大好きだもん。っていうか、わざわざ来なくても電話でよかったんだぞ。だってお兄ちゃんの顔見たかったし。はいはい、じゃあな。ねえ、土曜日は買い物付き合ってくれるって言ってなかった？あー、でも仕方ないだろ、買い物はいつでも行けるし。ユキを見ながらお米や醤油を買うの大変だからお願いしたのに。悪かったって、日曜に行けばいいだろ。そうだけど。はい、もしもし。ああ、母さん、どうしたの。え、日曜日。ああ、日曜は。沙織は。沙織もダメなのか。わかったよ、じゃあ午前中だけな。悪い、日曜は母さんのとこで物置の片付けすることになった。仕方ないだろ、母さん年なんだし。そう言ってマサル、毎週のようにお母さんや沙織さんの用事に付き合ってるよね。だって男では俺しかいないんだよ。親父はガキの頃に死んでるし、沙織はシングルマザーだし。沙織さんは不倫してシングルマザーになったんでしょ。自業自得だと思うけど。そういう言い方やめろよ、沙織だって傷ついたんだから。私の悩みは夫の実家が夫を頼りすぎること、そしてマサルも私やユキよりも義母や義妹の沙織を優先すること。思えば結婚した当初からやたら夫の実家がイベントに絡んできた。ねえお兄ちゃん、サンタの格好してよ、エリカ喜ぶし。やだよ、恥ずかしい。じゃあエリカが寝ている時にサンタの役やってくれない？それならいいよ。じゃあクリスマスはみんなで実家に集合だね。でもクリスマスは二人でレストランに行くって。あ、そうだな、もう予約してるわ。キャンセルすればいいじゃない、クリスマスは家族と過ごした方が楽しいわよ。それもそうか。え、エリカも喜ぶわ、楽しみ。クリスマスだけじゃない、マサルの誕生日もアポなしでやってくるし、エリカの運動会は問答無用で参加させられるし、エリカの七五三の写真にはマサルが父親役として参加させられた。